こんにちは。突然ですが皆さん、タビオのオンラインストアや各店舗から遠く離れたところにいる方へギフトが送れるのはご存知でしたか？そこで今日はギフトの配送サービスについてご紹介します。これからの母の日や父の日などのギフトにもおすすめなサービスなので、ぜひチェックしてみてください。それでは早速オンラインストアのページで実際にそのやり方を試してみたいと思います。まずオンラインストア内で商品を選んでいきたいと思います。まあ、今回はね、母の日が近いということで母親へのプレゼントという体でやっていきたいと思います。やっぱり以前紹介したこのソフトナイロンですね。ソフトナイロンがすごく良かったので、このソフトナイロンにしたいと思います。まあ、母親なんであんまり派手なカラーはあれかなと思うんで、このモカグレーにしましょう。ソフトナイロン無地ショートソックスのモカグレーをカートへ追加します。はい、追加されました。ではカートを見てみましょう。はい、ショッピングカートの画面に来ました。ここでギフトラッピングの設定を押して購入手続きへ進んでいきたいと思います。続いてギフトラッピングの選択画面になりました。今回はですね、この巾着とギフトボックスなんですが、このギフトボックスの方を選んでいきます。個数1個ですね。はい、でスクロールしていくと手提げ袋をつけるかどうか、まあ、メッセージカードをつけるかどうか、のしをつけるかどうかなどのオプションが選べるようになってます。じゃあ今回僕はこのメッセージカードを希望しようと思います。3つの中から選べますので、今回僕はサンキューにしたいと思います。でカート内の商品がソフトナイロン無地ショートソックスのモカグレーで、ここでギフトラッピングについて要望がある場合や商品ラッピングの内訳などを選択する場合はここに記入するという風になってます。今回1足でボックスも1つなので、このまま進めていきます。はい、次へ進みます。はい、支払い方法配送先の画面へとやってきました。ここで支払い方法を決めて、ポイントの利用があればポイントの利用、クーポンの使用があればクーポンの使用をして、配送先、ここで今僕の情報が入ってますが、実際にプレゼントする方の送り先情報を入力すると、そこにギフトの配送をすることができます。最後にこれがすごく重要なのが、配送希望日時を設定することができるんです。でこれ何が大事かっていうと、なんと注文日の30日先まで日時を指定することができるんです。なのでもう母の日当日へのプレゼントを今注文することができますし、また父の日のギフトを贈りたいという場合でも時間に余裕を持ってプレゼントを用意することができます。また店舗ではお取り寄せサービスを使ってでギフトの配送を行うことができます。商品を事前に一度確認したい場合などはこちらの方が便利です。そしてギフトラッピングを設定した際、実際にお客様の手元に届くギフトのセットがこちらです。この巾着ラッピングが275円で、こちらのギフトボックスも275円です。そしてメッセージカードを設定すると、このようにサンキューとかハッピーバースデーとか、こういった形でカードをつけることができます。遠方の方にも安心して送れるセットになってますね。以上、ギフトの配送サービスをご紹介しました。なかなか会いに行けない遠方地域の方へのプレゼントや、ちょっとしたサプライズも演出することができます。概要欄にオンラインストアのリンクを貼っておりますので、ぜひ活用してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。